はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、プヌシのピオタです。さあ、今回もレミリアと3つの塔やっていきたいと思います。今回もいつも通り、諸事情により、5分となっております。なんだ、いつも通り諸事情っていうね。まあ、撮ってる時間がね、最近ちょっとレポートが多いんでね、遅くなる傾向が高いんですよね。レポートとか撮るってなんだ。まあ、とりあえずね、夜遅くて語彙力とかもいろいろおかしいですけども、とりあえずやっていく限りはやります。まあ語彙力は低下してますけどね。もう考えることをやめる時が数回ありますんで。うわー、マジか、死んだ、あーうーん、あははははみたいな、そんな感じのね、ほんと完全にね、語彙力どこ行ったしみたいなのがありますから、そこのところはね、ご了承ください。むしろね、なんでバイトをやってきてるのにこの時間まで起きてるんだってぐらいの時間まで起きてますからね。まあ実況者さんってみんな夜遅くまで起きてるの結構多いですよね。なんか朝の4時くらいにツイッター見ても普通にふにょふにょ動いてる人いますからね。なんか今まで編集してたよ、疲れたみたいなことを言ってる人いますからね。よくやるわって思いますけど、まあ動画をねその時間に撮ってる人もが言うのもなんですけども、がっつり喋ってますけどもね、その時間に。でもそれでもね、動画を撮るのって喋るからいいんですよ。でもですね、動画編集ってですね、夜遅くなるにつれてですね、目が痛くなって集中力が下がってきて深夜テンションになっていろいろおかしくなるんですよ。まあ結構おかしいですね。僕もね、たまにゆっくり編集いたしますけども。まあ、ちょっとね、夜中にやると、オーバーウォッチとかね、の動画なんで、一人称視点なんですけども、自分が操作してるときは何も思わないんですけど、動画で見るとですね、改めて見るとですね、画面酔いちょっとしてくるんですよ、軽く。そんな酔いやすい体質でもないですし、そんな他の人の動画見て酔ったこともないんで、なのでね、そこまで酔うこともないんですけども、それでもね、やばい、この動画は絶対誰か酔うみたいな、ね、そんなことを感じられるレベルの動画が撮れるとですね、怖い。自分でもね、画面用意してないはずなんですけども、なんかこれはまずいなっていう気持ちからか、ちょっとね、頭が痛くなってきます。まあ、ただのストレスですね。すごいな、これ同性3体並んでる、ダダダって、あと凄まじくラグ、わかります？なんかもうコマ送りですよ。もう死んでこれはしょうがないですね。滑らかな動きを消耗しております。そしてとてもなく長いのはやめてください。曲が聞こえてるのに、あ、やばい、ちょっと早いですけど、今回ラスレミ宣言させてもらいます。さすがにこのラグは無理です。見てる以上に操作系の方がひどいです。ということでね、今回はここまで。ちょっとね、ラグが今回やばかったですね。さすがにこのラグじゃあね、夢のまた夢どころか3段目までを超えるのもね、絶望的ですね。それで、みんなで